こんにちは、札幌内美容師早回しの後藤です。今回はメンズの縮毛矯正の薬剤の塗り方をちょっとやっていきたいと思います。使うのがこちら100均で買ったまな板のパレットを使っていきますね。毛先の方は前回の縮毛矯正が残っておりますので、テンションをかけて薬剤を塗っていくんですけど、この場合ですね、逆に塗っていきますね。このような感じで、なぜこうするかというと、こっちの方が軟化しづらいからこうしてます。普通に塗ってしまうとこっちが溜まってしまって、境目が結構傷んでしまったりするんで、逆に塗っていった方がより綺麗に薬剤塗布ができます。縮毛矯正の場合は薬剤塗布がまずしっかりできてないと、かなり失敗になってしまう可能性が高いです。アイロン入れる技術よりもこの薬薬剤のしっかり塗り方だったりとか、この辺が鍵になってくるかなと思いますね。ここはちょっと塗っているんですが、テンションをしっかりかけた状態でパレットを挟んで、この場合はこの間にパレットを挟んで、ステムはなるべく90度の状態に持ってきます。薬剤をのっけたら、のっけ終わったら逆に塗っていきます。このような感じですね。で、より、伸びづらい場所の塗布量を多くしていって、例えばネープの部分だったりとか、このバックのセクションのあたりは非常に伸びづらいので、塗布量も多くしていった方がいいと思いますね。で、顔周りにもみ上げっていうのはかなり伸びやすいんで、あまり塗布量を多くしない方がいいと思いますね。このような感じで挟んで逆に塗っていきます。こういう感じですね。取ってきめて反対ですね。このように薬剤を塗っていきます。非常に難しいのは何かというと、